滝沢秀明率いる新会社戸べが指導。平野市用神宮寺ゆうたのその日常から始まる誰でも楽しめる環境とはあとは、滝沢秀明によって設立された新会社戸べが7月2日の三宅県の登場を川切りに本格指導しました。その後、7月7日の七夕には平野市用と神宮寺ゆうた。 そして7月14日にはイムプエの7人がお披露目され、SNS アカウントも開設されるなど、多くのアーティストが一堂に会して大いに賑にわいを見せています。三宅県は、かねてから個人アカウントを運営していましたが、トレのスタートとともに再スタート。40代のアイドルとしては珍しい存在ながらも、若々しい魅力でファンを魅了しています。 彼のインスタグラムでは、英語のテキストとフィルム写真のような絶妙なトーンでアートな世界観を展開しており、ファンに新たな一面を見せています。そして、8月1日からは、三宅県ゆるりと生配信、と題した YouTube チャンネルでの生配信が始まる予定で、ファンにとって楽しみな企画となっています。 一方で、平野市用もインスタグラムを開設し、フォロワー数は359番人を突破しているとのこと。彼の投稿は、自身の写真や風景ショットだけでなく、フォロワーからの質問にも積極的に回答しており、ファンとのコミュニケーションを大切にしています。また、神宮寺ゆ太もインスタグラムを開設し、 ピースサインが印象的な写真やグローブのコレクションを公開しています。彼らの SNS アカウントを通じてファンとの距離感が近くなり、より親しみやすいアーティストとしての姿が見えてきます。さらに、トベ所属アーティストで唯一のグループであるイムプロも個々の顔写真を投稿してメンバーをアピール。 彼らは7月20日から飛べ公式 LINE アカウントで自己紹介をしており、楽しげな雰囲気が伝わってきます。特筆すべきは、飛べ所属アーティストが YouTube などでのスクショ画像の拡散が許可されていること。これにより、新たなファン層との接触が増えることが期待されています。飛べは、 これからも独自のエンターテイメントを発信していくことを掲げており、誰も見たことのない次のエンターテイメントの形に期待が高まっています。アーティストたちの SNS を通じて広がるコミュニケーションや新たな企画によって、ますますファンの盛り上がりが期待される一方、トベが作り上げる誰でも楽しめる環境とは一体どのようなものなのでしょうか 今後の展開に非常に興味が湧きます。7月に入ってトベ所属アーティストが相次いで登場したことで、ファンにとっては嬉しい怒涛の1ヶ月となったことは間違いありません。様々なアーティスト同士が交流し、ファンとのコミュニケーションも進展していくことで、トベファミリーの絆が一層深まることでしょう。今後のトベの盛り上がりに非常に注目したいところです。